です。鳥から金からや。チェイスマサタソ。シュチョタ。アイソ。ビッハザーソ。はい。手作り料理で5キロ食い。はい、ということですね。まあ僕らはね、普段企画でもね、手料理をね、みんなにね、作ってると思うんですけど、今回今言った通り5キロ分のね、手料理をこれからお食いしていこうかなと思います。うんうん、で、一気にいつもだったら作ってバッと食べるかもしれないんですけど、今回は一人ずつ作っていきます。はい。で、それで一人の料理を全然食べていく。うん。まあ、だから計算的には、まあ一人1キロ作ってください。だから一人だけね、もう一回作ることになるんですけど、うん、まあそれは料理がね、やっぱお得意なしょちゃんに、やっぱ話をお願いします。いやいやいや、君しかいないんで。じゃあそれ早速、作っていきたいと思います。それでは、ええやん。はい、というわけで、はい、僕が作ったのはこちら、ホイコーローチャーハンです。さーて、来週のサザエさんはというわけですね、一番手僕です。で、僕何が作るというとですね、ホイコーローを作ります。あ、このクックドゥのホイコーローですねを作るんですけど、ただホイコーローを作るだけじゃないんですよ。まあ、ホイコーローを食べるとやっぱご飯欲しくなるじゃないですか。そのご飯、いや、ご飯は違うんだよ。ご飯はご飯なんだけど、僕一番合うね、もの知ってるんですよ。それは、チャーハンでございます。チャーハンとホイコーローはマジで、ゴッドです。ということで今日は、それを両方合わせて、まぁ、1キロ弱ぐらいを作りたいと思います。いや、もう多すぎる。うわ、多すぎるよ。火取ったんで、ここにクックドゥのね、ホイコーローを入れていくよ。はい、ホイコーローの完成でございます。めちゃくちゃいい感じですね。で、あとはチャーハンを作って、これを上にぶっかけるだけですね。これ今回味付けはね、ちょっとチゲうどんこちらチゲうどん、本当はうどんにかけるやつなんですけど、これ多分チャーハンに入れてもうまいと思うので、これ入れたいと思います。でもこれニンニクも足しちゃうよ。完成しました。じゃあこれをもう器に乗せて食べていきたいと思います。すごーい。わーバツオー。僕はこれ合わせることによって俺のこの一品が完成しました。合わせることによって量が増える。そう、量が増えるでしょ。あっ、キロぐらい分かってないですね。危ないですね。え、もう優勝だ。2097g。 へぇー、1キロすごい。はい、というわけで、はい、終わったので食べていきましょう。うん、いただきます。いただきます。タイトルあるの、ちなみに俺のチャーハン。いただきます。うまい。うん、まっ。やっぱこれ最高だわ。将来さ、日曜日だけ休みってなってさ、子供ができてさ、日曜日のお昼はお父さんの手料理が増えるみたいな。で、タクはこれしか作んない。でも子供はこれが好きだから日曜日を楽しみにする。めっちゃよくね。それいいわ。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。ちょっとです。いや、やっぱ最初だから早かった。秒だった。5分ぐらいじゃない今。全然経ってないから。じゃあこれで1キロ取られて終わったので、あと4キロですね。はい、では次の人お願いします。はい、ということでできました。これのサラダ。はい、ということで続いて僕です。僕が作るのはサラダ。もうこちらに準備してあります。まあ、サラダだけじゃ味気ないということで、こちらこれです。で、この2つだけです、食べ物は。はい。で、まあドレッシングを作っていきたいなと思いまして、まあキャノーラ油でいいかなって思って、キャノーラ油でいいかなって思って。キャノーラ油、キャノーラ油使うのは、まあとりあえずこの柚子ポン酢、まあ大体でいいです。その後になんとこちら黄金の味で、こちらにね、まあコチュジャンですね。で、最後にまあやっぱ王道ごま油混ぜていきます。とてもごま油の風味が強いですね。ちょっと入れすぎた。こちらのサラダに足していきます。じゃあ食べてます。重量はなんと時4トン4トン増加。終わり。はい、ということで 1079g です。はい、はい、素晴らしい。1キロは超えてると。すごいな。
じゃあもう食べてみましょうか。はい、せーの、いただきまーす。いただきます。めちゃめちゃさっぱりする。うまっ。え、黄金のやつとか入ってるこれ。うん。え、本当にめっちゃさっぱりするぜ。食ったんで。めっちゃポン酢の味だけど、うん、ポン酢だよね。ごま油も効いた。量が多いね。野菜は1キロは量が多いね。うん。はい、完食。さあ、2キロが終了しましたけど、お腹はどうですか？全然余裕です。まあ、食える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 。次はね、何が来るのか楽しみですね。はい、では、次の人、どうぞ。んで、これでいいの？次は2、1。飲まないの？はい、どうぞ。ということで、完成いたしました。私、作ったの焼きそばとオムレツです。チョン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 チャラローンチャラロンロンロンチャラロンチャラロン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 得意ではないんですよ、卵の部分が。なのでちょっとね、見た目悪くなってしまった時はそこは怖いっていう。ラックジルーパンはーなこれ。まず熱したフライパンに油を引き、そこにそう上手に砂糖使える焼きそばよーということで、こいつをね、ぶっ込んで炒めていきます。わけわかんないけど、こうしとけばなんかいい焼きそばの気がするから、こうやって早速ぶっ込んでいくよ。ほーいただきますと、で、ここにほぐすためのね、お水をちょちょいって入れます。いやついたところで、1回目の焼きそばを完成です。これを2回作っていきます。ほら、焼きそば2個目の完成。おさあ、このままですよ。もう一度油を引いて、そこから卵の処理に入りますよ。こう入れまーす。こうしとけば、なんかいい感じになるらしいよ。ピーピーってやるやん。寄せない。ピー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 ってやって、ちょっと熱したらここに、はい、すかさずかける。終わりました。開けませんでした。嘘だー。あ話が違うんだ。あれ、おむそばじゃない。おむそば、いや、まあ言い換えましょう。おむそばになろうとした焼きそばです。何があったの？重さなんと956g。 うわ、足りないの。あ、まあ、俺もっと多いと思ってた。普通に多いと思ってたんだけど、そういうパターン。意外と足りなかったんだよ。今ほぼほぼじゃ3キロ。いただきます。いただきます。焼きそばはね、うまいよ、美味しいよ。やるちゃんだ。そこだけ。よし、じゃあ取り先。それだともうただの卵焼きなんだ。うん、この皮の匂いが。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、マジで秒だったね、この回は。な、ワイの仕事は揚げるだけや。鶏肉というのはな、味をつけて油で揚げることによって美味しくなるんやで。わしの名前は鶏から金からやと言ってる間に、こいつが上がってきたよ。作ったー。唐揚げとポテトです。あ、これアポトチップスじゃん、こっちは。かなりの重さがありそう。そうね、重量すごい。1098。おお、いや、うまいね。みんな今日、調子に合わせるのうまいね。今な。というわけで、いただきます。いただきます。よーし、伊豆ポン酢をつけていただきます。ルイコ。じゃあ、俺さつま揚げよ。あ、これ全部芋かな。ちょっと笑えたじゃん。いいよ、ラストの1個大学って。いいよ、ちょちゃん。じゃあ、俺が分かった。じゃあ、俺がね、これ目つぶってマスカだな。唐揚げ向いてる人の方刺す。唐揚げはどれを、ね、どこを刺してる。だから、もしこれだったと思う。絶対分かる。目つぶって、目つぶって。はい、オッケー。目つぶって。じゃあ、いくぞ。オッケー。さあ、ててー。これはお前じゃん。え、いや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 、いくよいくよ。動画はまだ撮れないだろ。あるかも。ごちそうさまでした。どうぞ、ダメでした。
最後もう一回俺です。はい、最後は何作ってくれんだーい。完成。いやーすごい。これで、ね、823g。じゃあ足りてんの。足りてます。合計5058。5キロ近く5キロ達成だ。じゃあ食べよう。はい、いただきます。いただきます。まあ、イチゴから食いたいよ。コンクリートみたいな。すごいね。あ、見て。あ、これうまいわ。あ、リンゴうまい。あった。リンゴみずみずしいから、めっちゃさっぱりする。やっぱ合うんだな、リンゴ飴ってあれ。これ、本当にこのままか。うん、あんま食べたことないんだよ、リンゴ。あ、スカリバか。え、スカリバやばい。歯にモーニングスター出そう。足みてぇな匂いする。え、出んの？マジだ。じゃあ、誰かって特定できるやつじゃないんだよ。掃除て足っていう匂いがする。そう、臭いなっていう。衛生マードやります。あ、それ貧乏で見えてる。引き出してるやついるけど。あいやいや、俺は直撃してるからかわいそうなのは俺なんで。ねえ、リーダーがハゲてる。はい、というわけで、はい、5キロ達成。パタドパディとパタパタペラテとペビンペン。テレ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 。俺も知らなかった。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？よき。全然楽やん。まあ6時間経っては食える。いや、もう料理してる間にね、もう腹全然払うよね。もうまだ余裕なんですけど、ワンちゃんだから本当にこれ無限がね、一生されるかもしれません。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは明日の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。